を予定していたが、計画の遅れ及び近隣住民の減少により乗車利用が見込めないこと。などからの間、ま、内海館開業時には設置が見送られた。遺構は2020年現在も残っており、列車内からも建設途中のプラットフォームが確認できる。2020年6月1日下新線全線開業40周年記念入場券として。 下新線の6駅の記念入場券と、小野浦駅のレプリカ入場券のセットの発売が発表された。2面2線の相対式ホームを持つ、高架駅となる予定であった。ホームの一部は完成しているが、屋根や駅名標、ベンチなどはなく、その長さは、電車2両分程度しかない。ホームから地上への階段も完成している。もし開業していれば現在線路が敷かれている側が、 内海方面、反対側が復帰方面のホームになっていたはずである。建設途中で放棄されたプラットホーム周りに商店や民家は全くなく山林になっている。国道247号、南地下道路などからはかなり離れている。駅予定地の裏側にゴルフ場がある。ありがとうございます。